ボルグラスピノフ本編より過去のお話です。面白すぎて一気見。ボルグラ本編以上に薄暗い雰囲気、大敗的でどエロかったです。本編はクズミくんが純情でごく普通の若者だったからか、まだ比較的控えめだったのかな。キービジュアル初めて見た時、これが木戸さんとは思わなかった。いかついからヤクザの人に見える。それにしても木島先生、小説だけじゃなくて紐の才能もしっかりあって笑う。こういう芸術と人を引きつけるものを持った天才人間は、どんだけお金関係がしっかり管理できてなくても養ってくれる人がいるからいいよなって思います。しずこととしおのまぐわい、実家のような安心感があるな。ガモーダ先生、めっちゃ大先生って感じだ。簡単に言うとめっちゃ老害って感じだ。一歩で爆笑したんだけど、本編じゃ音声消されてたのになんで。バッカ野郎、 BL に出てくる偉い立場のセクハラジジイに何でもするとか言ったらエッチなことされるに決まってるやん。このシーンまさかこんなじっくりやってくれるとは。この二人タクシーの運転手さんがいるのにチュッチュしてたってこと。運転手さんお疲れ様です。すごい、くずみくんの妄想が実現してる。自分の中にある真実の欲望、官能小説に限らず創作ってそういうもんですよね。いや俳優さんたちめっちゃ体張るやん。本編でも皆さん相当体張ってたけど、インディゴではさらに攻めてました。インディゴは登場人物全員キャラが濃くて大人な雰囲気がありますね。木戸さん、木島先生のことが好きというより、あんなことしてしまい理性がぶっ飛んで、今まで抱えてた尊敬や嫉妬、征服欲を衝動的にぶつけてしまったっぽい気がします。というわけで高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。